おはようございます、立ち谷です。いや、八ヶ岳が綺麗っすよね。寒いです今日はタイヤのテスト、組み合わせのテストをちょっとしてみようと思ってます。ツーナイナーになってやっぱりいろいろ変わってきてるところもあるので、それはそれで楽しみかな。はい、とにかく寒いです。YouTube 見させていただいてます。ありがとうございます。昨日もなんかペダリングなしでとかペダリングありがとうございます。ありがとうございます。朝ごはん、いちご、結構僕日焼けで疲れるんですよね。日焼け止め塗っとかないとなんかボロボロになるえらいきついってみっちゃんに言うなんかしたっけとか言って、家帰ったらいいですよね今日テストするバイクの仕様です。前後マジックマリー 2.35、フロントのリムは内幅 31mm です。後ろはね、29mm かな、もうちょい狭いかな。はい、あとは大きな変更はないので、ハンドルバー周りの高さのチェックを含めてやってみようと思います。前後のローターを 225mm にしました。後ろもね 225mm にしてます。さあグリーンの1番、さあ1本目動くかな。フロントタイヤだよね。トラクションが上がってるはず。まずは大きく回ってみようかね。ここも大きく回るよ。力グッと下ろして。ハンドルが低いって感じるかもしれないんだったね。さあブラックイレブン、今日は1本目。フロントタイヤ食ってくれるかな。ハンドルの高さどうかな。行きます。肘が痛いよ。うわ、やっぱちょっとリアの荷重が抜けてるのかな。滑るな。やっぱちょっとハンドル低いかな。おてっ、ここの先カーブ曲がった後に B コースに入っちゃうけど、いい？じゃあ行きます。うほ、抜けた。フロントフォークが抑えられてないのか。やっぱハンドル低いな。ありがとうございます、助かりました。ってことで3ミリ上げたよ。3ミリ上げましたよ。これで曲がりやすくなったら前後バランスはいいと思ったよな。3ミリっすよ。3ミリ、昨日とか1ミリ上げて、おい乗りやすいとか言ってね。おお、一気に乗りやすくなったけど、倒れるかな。うるさいね。うん、こっちの方が乗りやすいかな。
あの僕のリムを割った石の写真を撮ります。こいつ、あ、これ石じゃねえ、木だ。こいつです、こいつ、この野郎。うわ、大きく回った。失敗。あ、曲がんなくなった。なるほど、ハンドル高すぎか。プロコア入れてるのでね、これぐらいです。さあ、フロント汗がどうかな。これが一番バランス良さそうだけどね。うおお、やっぱこれが良さそうだな。どうやらバランスは良さそうだ。よかった。さっきまでフラフラしてて。じゃあ行くね。はあ、ダメだ、呼吸止まってるわ。ブルーの8番ね。前後輪汗がい、ハンドルバーは上げてないのでもしかしたら低いかも。行きまーす。お、やっぱいいな。でもちょっと前に行っちゃってるかな、やっぱり。はい、倒して返す、倒す、真ん中あたり、後ろ行くな、よいしょ、どてー、ふぅHa ha ha.
はい、今日も無事に走り終わりました。みんな速くなってる、やばい。まあちょっとサンドル周りのセットアップが最終的にうまくいってない感じなので、そこを次回の思想では仕上げていきたいなと思ってます。そろそろ仕上げないとレース始まっちゃう。本当なら始まってるんですけどね、もうねはい、というわけで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。できればチャンネル登録していただいて、次のビデオも楽しみにしててください。タチアリでした。失礼します。